今でこそこれだけの規模になられてきた大野刑事事務所がですね、その5年目ぐらいの頃にですね、すごくまあなんかこう失敗体験というか、ある種教訓めいた経験があると伺いました。そうですね。私、5年目ぐらいの時に、業績自体は好調というか、右肩上がりでずっとこう来ていまして、でそれで3人の、女性のスタッフを雇用していたんですけれども、私のこう経営者としての未熟さというか、そういうのがありまして、その当時のを振り返ると、もうあまり厳しいことも言っておらず、優しいこととかいいことを言えば、それでいいんだろうだとか、あとお給料とかもそれなりに渡せばいいんだろうっていうような、なんか安易な考えでこう経営をしていたように思いまして、でそれで、結果としてその会社全体がこううまく回らないというか、アンバランスな感じになっていって、3人同時に辞めていただいたっていうことがありまして、で結局また、創業からですね5年経ってたんですけれども、また一人になったっていうまたスタート地点のような状態に戻っ たという戻ったという、そういう時がありました。その経験からどんな教訓みたいなものを得られたんですか？でそこで会社組織としてやっていくからには、まず自分をしっかり律して、自分を厳しくっていうことですね。あと組織としてもきちんと規律を全体として守って、組織として前に進んでいくっていうことが重要なんだなっていうことが分かりまして、それからはこう少し経営者としていろんなところにおいて、いろんな社長、経営者の皆さんからお話をお聞かせいただいて、ちょっとずつ学んで、そういう規律だとか、組織化だとか、そういうところをやってきたっていうところです。教訓から得たものとか、ラグビーから学んだものとか、いろんなこの弁護士ご自身の人生がそこに凝縮されているとは思うんですが、今この事務所の中で人が育つために大切にしていることがこういくつかおありになると伺いました。その辺をちょっと聞かせてください。まず我々の基本理念というのがあってですね、日本社会の発展に寄与する法律事務所であることというふうに言っていますが、まず社会との関係で、我々は社会の中の一つの存在だと。で、社会が良くなることが、社会に属する人たちの幸せになるし、で、我々もその社会の一員であるので、我々も幸せになれるということで、常に社会との関係を考えながら、そういう視点に立って全て物事を考えていきましょうということを言ってます。あと、我々の姿勢としては品位を大事にしていきましょうということを言っていまして、品位というのは仕事に臨む姿勢だとか、もちろん仕事の結果、品質ですね、そういうところも含めて、あと、どういう方々と一緒に仕事をしていくのかとかいうことも含めて、全て品位に貫かれているべきだっていうことを言っています。あとは情熱がないところには何も感動は生まれないというふうに思っていますので、全ての仕事に対して情熱を傾けるということを言ってます。お客様の立場に立って情熱を持って仕事をしていきましょうということを言ってます。今あえて伺う大野刑事法律事務所の目下の課題を一つ挙げるとしたら何でしょうか？我々はこう、専門家でありますので、専門家がもう中途半端な専門家ほど害悪があるものはないというふうに私は思ってまして、専門家は専門家として極めないといけないっていうふうに思ってるんですね。
なので若手を鍛える、はい、それを育てたいがために、はい、私はいろんなところで口出しをして、うん、手出しをしているんですね、うん、でそれが今、うん、若手の成長を阻んでいるのではないかっていうふうに、若干思っているところがありまして、はい、で信頼をして任せるっていうところをもっと増やしていきたいっていうふうに思ってます。結果として向井先生が私にしていただいたその任せるっていうところを私もやっぱしなければならないなというふうに今思っているっていうところです。我々このコンテンツをですね、できれば今から100年後、願くば1000年後の未来まで残していきたいなと、うん、この平成とか令和の時代を作ってきた経営者の方々の言葉をですね、未来に残していきたいと思っているんですが、はい、未来の日本人たちに対するメッセージをですね、ぜひ令和2年の今いただきたいと思うんです、はい、お願いします。まあ100年後の皆さんが振り返れば分かることかもしれないんですけど、まあ、昨年ラグビーのワールドカップというのがあって、はい、私ラグビーの出身なので、まあ、ラグビーのことを言いますけども、そこでの、まあ、日本の代表チームもそうなんですけれども、そのファンの皆さんの、姿だとか観戦の仕方だとか、そういうものが、海外から来ている代表選手たちに非常に響いていたようなんですね、はいはい、でそれが各国の報道もされていたようでして、やはり日本人は美しい心を持っていて、特別な人たちなんだっていうような印象を海外の人たちは持ったようなんですね、はい、でそういう日本人の心だとか、まあ、日本の美しさみたいなものをですね、何千も年も前から日本人はつないできていると思うんですけれども、はい、それをまあ100年後も200年後も続いていてもらいたいなっていうふうに思います。日本人としての美しさ。そうですね。はい、ということを思いますね。なるほど。はい、いや小野先生、今日は大変貴重なお話とお時間をいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。